Is anybody here? はい、皆さんこんにちは、クラベです、バイオハザード2をプレイしてきました。本作は一応バイオ7と同じエンジンを採用していますが、フィールは全く違うゲームになっていました。これは主に2つの理由があると思いますが、まず1つとして、一人称視点ではなく TPS、になっているからで、もう1つは、バイオ2という作品を元にしているからで、ゲームデザインのいろんなところがですね、結構レトロだったりするんですよね。まずあのゲームの視点なんですけれども、バイオ4のようにですね、ちょっと寄った三人称視点になっていますが、とはいえですね、本作では360度にカメラ操作ができるようになっています。これは昔に近い緊張感があると同時にスムーズな操作系となっています。とはいえあのカメラの方向切り替えなどは少し時間がかかるので、ゾンビが後ろから襲った時などは間に合わない時も多く、非常にですね、怖い思いをしてしまいました。さらにですね、今回のデモは暗い場面が多く、懐中電灯で当たりを照らしながらプレイして、この辺りの演出がピリレンダー背景を採用していた前作と異なる次元の恐怖を作り出していました。そもそも新しいバイオ2は前作のリメイクというよりも原作をベースにした完全に新しいゲームのような位置づけになっているようです。特にゲームデザインにおいてはそうで、パズルや仕掛けの大半は新しくなっています。とはいえですね、ところどころ懐かしいものもあったりすると思いますね。他にもですね、グラフィックスに関して言えば、これももちろんですね、今の時代の最先端のものになっていますが、その新しいグラフィックスでレオンや黒人の警官など、原作の懐かしいキャラクターたちが美しい 3D で帰ってきているのが嬉しいですね。デモで使った武器は銃と近接のナイフでしたが、銃に関してはオーソドックスな操作系で、 L2 で構えて R2 で発射というスタイルになってました。でナイフはですね、結構面白くて、これは普通に通常あのナイフで攻撃して敵を倒すこともできるんですけど、実は敵に襲われた時にですね、あの防衛としてナイフを刺すことができるんですけど、その場合はあのナイフがゾンビに刺さったままになってしまうんですね。でこれはそのゾンビを殺すまで取り返すことができないので、この最後の切り札のような形で使った時にもうあの銃の弾がない場合はもうそこからは逃げるしかないようなあの感じになってしまうと思います。で本作の操作系は全体的に本当に心地よくて、歩くにしても戦うにしても非常に気持ちがいいです。つまるところですね、昨今のゲームの中ではグラフィックスに関しても操作系に関してもともに一流の作品に仕上がっていると言っていいと思います。なのにすごくですね、プレイステートレトロなゲームを体験しているという感覚も確かにあります。これはパズルのタイプが昨今のアクションアドベンチャーでは珍しくなっているものになっているということが一つの理由として挙げられるし、他にもアイテムボックスを使ったアイテム管理ですとか、あのタイプライターを使ってのセーブとか、非常にですね、古いシステムがたくさんあの使われていて、あの昔のゲームを彷彿とさせます。他にもいろんなゲーム体験がある中で、あのどのゲームもですね、ビジュアルは違うんだけれども、プレイフィールが大体こう似たり寄ったりになってきている中で、こういうレトロなゲーム体験を新しい技術でっていうのが非常にですね、差別化につながっているような印象を受けました。そういう意味ではこのゲームは思い出補正抜きに楽しく、しかしどこまでもバイオ2らしいゲームになっていると思いました。本作は2019年1月25日に発売予定です。